い、おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は、今、普通に通勤してるんですけれども、昨日帰りにガソリンスタンドでガソリンを入れる前にガソリンの添加剤を入れたんですね。で今燃費をずっと測ってるんですけれども、現在が、街乗りというか渋滞はまりながら走っていても平均燃費が 20.8 で、今からこう信号が少なくなっていって沿岸道路に乗るといつも燃費がぐーっと上がってくるんですよね。なので、今からちょっとずつ燃費が上がってくるのかなと思うんですが、ガソリン添加剤って効果あるんですかね。なんか運転してる分にはこう実感があるといえばあるような、ないといえばないような、ただ全然悪くは感じないので、入れてみて失敗ではなかったのかなっていうのが今のところ正直な印象です。で、いろいろ口コミとかを見てると、ガソリン添加剤使うことでかえってマイナスがあるみたいなことも書いてあれば、燃費がこれだけ良くなりましたみたいな動画もあったりしますもんね。実際自分で使ってみないとわからないっていうのが本音なのかなと思います。ただ普段廃浴を使ってる人っていうのは、もともとガソリンの中をきれいにする効果が確か廃浴にあったような気がするので、レギュラーガソリンを使ってる人っていうのはなんか効果があるのかなという気がします。で、僕のこの S660 は当然廃浴仕様ではなくて、レギュラーガソリンで走っていますから、もしかしたらこう効果が出てくるといいのかなと思っています。現在がね、4年ちょっと乗って走行距離がよいしょ、6万3000キロちょっとなので、乗りっぱなしといえば乗りっぱなしですもんね。オイル交換は5000キロに1回ぐらいはしてるんですけれども、それ以外の整備っていうのはほとんどしてないですもんね。エアフィルターを交換するぐらいでしょうか。乗りっぱなしなので、時々こうやってね、簡単にできるメンテナンスみたいなものがあればしてみてもいいのかなと思いますもんね。1本が2000円ぐらいですからね。それで燃費がもし上がるのであれば、やっぱり効果があるのか、効果というか経済的にも効果があるのかなと思いますし、走っていてこう加速感が復活したりだとか、こう楽しくなったり、あと気持ちですけど、やっぱりエンジンがスムーズな気がするので、エンジンがスムーズでこう気持ちよく乗れるっていうようだったら、やっぱりこう試してみる価値はあるのかなと思っています。今からね、燃費計がどれぐらい上がってくるのかをちょっと楽しみに沿岸に向かっているところです。ただ今日はね、次男を幼稚園に送ってから職場に向かっているので、ちょっと普段と比べると時間が遅いので車が多いっていうのがちょっと残念なところですね。信号に止まる回数というのが普段よりも多いような気がします。それでも燃費がね、そんなに悪くなっていないっていうことは、もしかしたら何かしら効果があるのかもしれないですね。ただ正直こう平均燃費がこんまいちこんまに変わったぐらいではおそらく誤差範囲内でしょうから、こう燃費がこう平均で1キロ2キロ変わってくるようだと、入れてこう2キロだと 10% ぐらい違うわけですから、やっぱりそれはちょっと大きいかなという気がしますよね。ただ今これだけこうダラダラ走っているのに燃費計がどんどん上がってきているので、もしかしたらなんか効果がありそうな気もしますね。今ちなみに 21.3 で、普段が22いくかいかないかぐらいで、ガソリン入れる前が 22.2 か3ぐらいでしたから、今からぐーっと上がってくればもしかしたら効果が少しあるのかもしれないですね。乗ってる感じも全然悪い気はしないですもんね。むしろなんかこう今日は調子がいいなっていう感じの車のイメージです。人間の体もね、時々メンテナンスしないとやっぱりこう調子悪くなりますから、車なんて当然そうですよね。自分で直そうという力が人間と違ってないわけですから、やっぱりこう消耗品は交換しなければいけないでしょうし、こう消耗品が長く持つようなこう方法があればやっぱりそれをすべきでしょうからね。添加剤ってどんなイメージなんですかね。人間でいうと何でしょうね。なんかエナジードリンクっていうわけでもなさそうですもんね。ずっとこう効果が持続するようなイメージなので、定期的に使って、サプリメントみたいなもんなんですかね。お膝が悪い人のコンドロイチンみたいな感じですね。
ね。それでは今から沿岸道路に乗っていきますが、とてもじゃないけどこう加速を楽しむっていう状況ではなさそうですね。今日はちょっと車が多いんですね。加速感が復活するっていうのは書いてあったんですけども、個人的にまだフル加速をしていないので何とも言えないんですが、僕結構一速使うんですよね。で、低速でこうちょこっとアクセルを踏んでゆっくり走るような時の安定感っていうのはなんかこうかんいつもよりも 楽というか簡単にコントロールできるような気がします。でその辺のこう点火はちょっと違うのかもしれないですね。どちらにしてもまだ入れて初日ですけれども、なんかこう悪い印象は全くありません。むしろこういいのかなっていう感じがします。でちなみに今が 21.6 まで上がってきました。これが、ね、今からどれぐらいまで上がってくるかですよね。ちなみに今最後、燃費が 22.6 まで上がってきました。それでは失礼します。